はい、えー、今日はですねモーニング娘。福村瑞希が9年もリーダーだった理由について、えー、解説しようかなと思っておりますが9年長いんですよ。あのー、もうずっと深野瑞希がリーダーやってたってイメージが長いんで2010年からずっとリーダーやってんですよ。で今年の9年目なんでなんで福村さんだけ9年をリーダーできたのっていう、まあ、疑問があもうあちこちの方で。 えー、今のところも渦巻いてるわけでございます。で、でまあ、理由としてはですね、まあ、まあ、いや、まあ、理由の前に、まず福村さんがどれだけ長い間いたかっていうのを、まあ、数字で表したいと思いますが、えー、モーニング娘。在籍日数が4714日になります。これ確定です。これは11月29日、えー、卒業日までの日数が4714日になります。 で同時でリーダーの日数も3290日になりまして、これも確定しています。ところが、在籍日数はですね、まあ、これ、最高記録なんですけど、今のところ記録なんですけど、在籍日数は、福村瑞希が卒業翌日に生田に抜かれます。あ同,あの同期ですから、同じ日に生田さんは入ってきてますから、生田さんはそのままずっと活動続けますから、駒生田さんがこの数千4715日目を翌日ですね、どんな立場か分かりませんけども、 えー、モーニング娘。で、ね、活躍するためにですね、福村さんの記録が抜かれるということになります。うん、うんで、まあ、あともう一番の理由がですね、まあ、一番有名な理由としてはですね、えー、コロナで卒業が伸びたっていうのが、これまず、まあ、これ事務所が、えー、まあ、去年ですね12月、2022年の12月ぐらいにあの出した。 えー、卒業福村モーニング娘。福村瑞池の卒業に関するお知らせというところにですね、えー、2020, 2020年に、えー、個人として新たな道に進みないとこう卒業の申し出がありました、えー、時期についての話の中でコロナ禍で先の予定が立てづらい状況が続いているし2023年にハロープロジェクトに25周年も迎えるので。 えー、そこまでハロープロジェクト並びでモーニング娘。のリーダーとして活動してほしいという希望を伝えたということで、えー、やはりだから25周年今年25周年なんでこの日年まではやるというふうに決めたってだから3年延びちゃったんですね卒業授業だからそれでまあ伸びだからこんだけ長い間で君臨してんじゃないかって言われてるんですがそこ,そこでもまあ6年なんですよ 2020年だけでもリーダー就任しから6年経ってるんですよ。で、モーニング部長のリーダーってだいたい平均2年なんですよ。短いので一月。まあ、み、未満。誰かは言いませんけども。一月ってのは一番短いので一月も経ってね、二十何日だっけ二十五日で辞めた人います。誰とは言いません。誰とは言いませんが、あの、今、あの、小回しでいっぱい出てる方です。で、うん。 えー、です。あの品川庄司の、庄司の方の嫁さんです。えー、それでですね、えー、あと、もう、その次短いのが矢口周りで2、2ヶ月ちょいですね。えー、で、 まあ、あとだいたい1年か2年ぐらいでコンスタントで変わってて、これまで一番長かったのが高橋愛ちゃんで4年っていうのが長かったはずです。えー、4年だったような気がしますけども。はい。えー、っと、これが一番長かった。で、それをまで上回るぐらい僕でもリーダーにいたっていうことでですね、えー、なんですが、うん、だったら早くやめろよって話になるでしょだったら4年もリーダーやったらその時点でやめろよって話になるわけですけど、えー、福村さんがリーダーに出て 就任し当時は18歳ですから、えー、2年経ったら辞めろってったらまだ福村さん二十歳ですからね、えー、まだまだ油乗ってる頃ですから辞めろっていうのもいかがなものかと思うわけですがこれは、えー、この理由っていうのは一つでしかありませんで一番根本的な理由って何かっていうと当時のモーニング娘。の構造上の問題が原因です 当時のモーニング娘。ちょうど福村さんがリーダーになった頃、要するに道重さゆみさんからリーダーを引き継いだ時の時点のモーニング娘。のメンバーの構造がこれが物語ってます。これがほぼ原因です。現況って言ってもいいと思います。どういうことかっていうとですね。はい。え、道重さゆみの後輩が全員卒業してしまったためです。これです。これ、一番の原因がこれです。どういうことかっていうと、 えっとね、今までリーダーってずっとね、中沢さん、姉さん、で飯田香織、矢口、吉沢、藤本って、だいたいこの辺までだいい段階踏んでいくんですよ。初期、初期、2期、4期。3期、後藤巻はね、この時卒業してたんで、リーダーになれなかったんですね。リーダー、が後藤負けてリーダーになる前にやめちゃったんですよ。3期一人しかいませんから。で、吉沢さんが4期ですね。で、藤本、美木ちゃんが6期。 高橋愛ちゃんが5期、これ一番長かったんですけど、この後、新潟、新潟、同期の5期に譲り受けるんです。で、道重さんが6期です。で、ここは大体コンサートに、ね、まあ、ここ、じゃ上だここ逆だったりするわけですけど、大体、ジュングルジュングルなんですよ。ところがですね、道重さんから福村瑞希って、6期からいきなり9期になってるんですよ。で、なんでかっていうと、7期と8期がこの時期、全員卒業していなかったんです。 こうだから道重さやみと福村瑞稀の間にいた人7期生と8期生っていう人が全員ごっそりいなかったっていういなくなってしまったために福村さんが引き継ぎ引き継がざるを得なかったんですで道重さやみさんはこの時25歳リーダー引き継ぐ先だけど25歳でしたね25歳突入した年でしたでもその頃で道重さやみさんはこれ以上活動することができないほど満身創痍だった たのですやっぱり卒業公演で足つるぐらいですから <laughs> 足つって動けなくなっ,ってそれを、まあ、隠さずニコ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 してあの、ね、足つってのはねニコ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 できるってすげえなと思うんだけどさすがベテランだなと思って案るんで,んですけどもうその頃にはもう道芸三さ,さんっても満身創痍でもう体ボロボロだったんですよ。 もうあちこちでテーピング巻いてたしね、もう踊れ、踊る、無理して踊ってたんですよ。だからもう体でむち打って。でもこれ以上無理だって言ったときに引き継げるのが福村さんしかいなかったんです。当時18歳の。うん。だから、あの福村さんがリーダーになった時に、初めて史上初モーニング娘。18歳でリーダーを引き継いだ女の子っていうことで、当時話題になったはずです。え。だから、これ構造上の問題なんですね。 で道重さゆがリーダーになった時のメンバー20、2013年5月23日です。えー、ちょうど前、新垣りさちゃんから引き継いだ時にいた時のメンバーって、こんぐらい、こんな感じです。で道重さゆと、田中玲奈が6期でロッキー、6期、6期です。で、福村さんから飛ぶんです。いきなり、こう6期、6期、9期、9期、9期、10期、11、11ってなるんですけど、 あれ田中麗奈さんはどうなのっていう。<laughs> え、道重さみさんが卒業しちゃったら田中麗奈,奈さんに引き継げばよかったんじゃないですか同期なんだからっていう人がいると思いますが。 えー、福村さんがリーダーに引き継いだときには、田中玲奈さんは特、もう卒業してました。えー、もっと言えば、福村に、道繁さんがリーダーに就任してから1年後にはもう田中玲奈さんは、あの、卒業してですね、ラベンダーっていうバンド活動をやってましたから。<laughs> えーで、まさ、あ、かラベンダーっていうバンド活動をやるために、モーニング娘。かを卒業してしまったためにですね、もう道繁さんがロッキーから道繁さ,さんしかいなかったんです。引き継いだ頃にやっぱり。 で、で、ここからですね、あのー、もう福村さんとか、生田さんとか、うん、もう、道重さんがいなくなった時のメンバーってこんな感じです。えー、9期から12期まで揃っていたんですけども、えー、だから、もうこの時18歳ですよ。だから、この時ね、道重さみゆきさんから、モーニング娘。引き継いだ時って20歳20歳、20歳、二十歳誰も、歳以上が誰もいなかったんです、こう、モーニング娘。のメンバーって。多分唯一だったんじゃないですか。 長い歴史の中で、二十歳以上の人が誰もいなかったきって、時期って。うん。だって一番上が18歳なんだから、だって。うん。でしょだから。だって今までずっと20代の子っていたんだから。<laughs> もっと。だって初,初代の頃で、ね、中澤姉さん24歳から入ってきちゃうんだから、だって。中澤姉さん24歳から入って27歳でやめてんだよ。うん。まあそんな感じなんですけども。はい。 それで、じゃあ、七期、八期ってどこ行っちゃったんですかって話なんで、しょあんまりモーニング娘。知らない人からしてみれば、ね、最近ファンになった人もいるんですけど、あれじゃあ、七期、八期ってどうなったのって感じなんですけど、七期、じゃくすみ小春っていうのがいたんですよ、いたんですよって、くすみ小春っていうのが、えー、昔、あの、アニメキラリンレボリューションで月島キラリンの声をやってた子ですね。えー でこの子がですね、2009年に高橋が愛がリーダーの時期にも卒業し,てちしちゃったんですよ、もうこの時期。<laughs> この時期で辞めちゃったんですよ、とっくの昔2009年ですから。で、8期のジュンジュンリンリンっていうのがいたんですけど、これも2010年に、もう高橋愛がリーダーの時にもう卒業しちゃってるんです。で、亀井里ちゃんって、道毛さんと6期の同期が、同期の子もいたんですけど、これともう同時にもう卒業しちゃってるんですよ。うん。2010年の末に。 うん。だからこの時点ではもうだから2010でこれ急遽ょ迎えた時には恐れにもうキー二人しかいなかったというで残ってる八期湯光愛花ちゃんっていうのが2012年に新垣梨紗当時リーダーだったんですこ、えー、この六代目え一二三四五六七代目リーダーの新垣梨紗が卒業すると同時に三屋愛花さんも卒業しちゃったんです なんか足が怪我したかなんかうん活動で家族的できなくなっちゃってってもうこれ以上迷惑かからないからやめますみたいになっちゃってやめちゃったんですよ <laughs>。それでですねだからもういないんですよ。でこれが順当にいけばでよ順当にいけば道重くすリーダーはまあまあに道繁さんは八代目リーダーなんですよ。 8代目リーダーが三重さんで、その次は9代目リーダーがくすみさんで、10代目リーダーが三井さんで、11代目リーダーが福村さんってなる予定だったんですよ。普通順当にいけばね。いや、皆さんやめなければな話ですよ。ずっとくすみ小原さんもずっとなんか、なんかずっと活動してたらね。ですけど、だからこういう感じになったんですよ三、ね、井さんが2 0 1年で、ね、やめますと。その時、くすみ小原がリーダー引き継いで、2019年でやめたと。で、その時、三井愛花が、あのー、 リーダー引き継いで2018年で辞めたと。それで福村さん瑞稀さんが引き継いで2年で辞めれば2020年だろうと。で、その時に、まあ、でコロナ禍もない状態だと仮定したらよ。それで石田さんが2022年,年まで卒業でリーダーやって辞めて、今頃石田あゆみさんがリーダーやってたはずなんですよ。だから予定ではね。うん。今頃あ美がリーダーで、そうだからあゆがリーダーで、 え来年、小田さんに引き継ぐぞっていう <laughs>、小田桜がリーダーになって、その次は野,野中美紀がリーダーやってみたいな感じで、どん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 引き継ぐ予定だったんですが、実際問題、この,この真ん中がいないもんですから、光重さんへから飛んじゃったんですね、福村さんで、ね、バーンって <laughs> だから。だから、要するに、まあ、ベテランと三重さんと新人の福村の間に、中継メンバーがいなかったためにですね、福村のリーダーが新人が4、5年、 前年になっただけなんです。だから、だからこんなに9年もやってたんですよ。だから。うん。だからさっきも言った通り、福村さんが就任当時18歳だったんですよ。で、25歳定年で行けばもう7年勤めることになるわけです。25歳定年、25年まで、25まで行っていいよ、みたいな。一時流行ったあのハロポロにまともまことしやかに囁かれてたあの都市伝説として、25歳定年説があるっていうんで、 あれでもやっていけば福村さんは7年もう7年在籍できたしリーダーとしては7年在籍することができたんですよ <laughs>。でね、うん。だから結局構造上の問題なんだよね。 やっぱりだ,だから久住さんと三井さんも、まあ、順序二人々でもそうですけど順当に活動をずっといまあだにまだまだ活動して,していればあと三井愛佳さんが怪我をし,しなければですよ、まあ、だって三井愛佳ちゃんです末期の頃なんてもう立てなくてずっと椅子に座ってパコマンスしてましたからねなんか足怪我しちゃったから三井愛佳さんが元気なままで足怪我させずにずっと活動して データとしたならばですよ道重さんの次は三井愛香がリーダーだったので可能性もあるわけですようん、三井さんがリーダーになっててねそっちゅう練習してきたんとか言って言われてですねなんか後輩を厳しくビジ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 って、ねえー、やる、えー、怖いリーダーだった可能性もあるわけですけども,もう三井愛香さんも辞めちゃったんで結局真ん中がスコーンと抜けちゃったって こういうい構構造造になっておりますす欠陥ですよ,、ね、これはだからよくあ今ねだからほらあの,一般企業でもあるのよその中堅社員がみんな辞めちゃってベテランと新人しか残ってない会社って結構あると思うんですよなんかなんかの自分のところの事情で。あのだから早期退職を募ったら中堅社員がみんな辞めちゃって。 残ってんのが、あの、もう、今頃退職しても、再就職先がねえから、会社にしがみつくぞっていうベテランと、このまま入ってきたばっかりで、えー、首切るのは可哀想だから残しとかっていう、まあ、また、即戦力として残しとこうっていう、もうね、賃金安いから使おうぜ、みたいな。で、結局、ベテランと新人しか残ってなくて、中堅社員がね、無駄になんか、 給料ばっかり食って、なん、なんか、なんか管理職だって居座って何にも仕事してない中堅社員がですね、えー、追い出すためにですね、えー、その、なんだっけ、あのー、早期退職を募りますって言って、あのー、退職金をお乗せしてやめましょうみたいなさ、ただみんな応募しちゃってさ、もう、ごっそり抜けちゃってる状態なの今のフジテレビみたいな感じなんですよ。だから、当時の、だから、そう、あの、同じ状況だったの。もう人形娘も。まあ、だから、 だからモーニング娘。の中継がなんか役立たないってことじゃないよ。だからなんかもうモーニング娘。の中継の人が、まあくすみさんとかがもう早々にやりたいこと見つかって出てっちゃったんですよ。モーニング娘。から、ばって。もう新しい道をやりますって,言って。そもそもモーニング娘。って、在籍してもいいのよ。でも新しいことが見つかったら、どんどん次のステップに行きなさいよっていうグループなのよ。だから、卒業おめでとうなのよ。 卒業おめでとうございますって言っててだから卒業おめでとううございます,っていう、ね、卒業するもうハロプログループは全部そうなんだけどこれも山岸理子ちゃんと岸本ゆめのちゃんも卒業してたんですその時皆さん卒業おめでとうございますって挨拶だったでしょなんで卒業おめでとうございますグループ出ていくるのになんで,卒業,おめでとう卒業おめでとうございますなんですかってなるんですけどあれは本人が別にもう一つ新しいステップを見つけたからねその門出なんですよ 門を祝うためにだから山岸利子さんはもう次舞台が仕事が決まっちゃってるからそういう道に進みたいあ進みたいからどうぞあの頑張ってねみたいな感じで「おめでとう」って言って「アイドルを卒業して女優になるんだおめでとう」「次のステップで進むんだおめでとう」ってそういうことなんだよ。うん ね、歴史持ってみるのは何するか分かんないんだけども、とりあえずおめでとうございますなんだよ。ね、だから、でね、浅倉貴ちゃんもそうだよ。だから犬の、ね、ペットの、なトの犬のトリマーの専門学校に通うために卒業します。新しい道を見つけたんだね。おめでとうございます。なんですよ。だから。だから、そ、そういうこと。<laughs> だから、うん。だからもう相当にやめちゃったんだから、もう、だからこういうことがどこのグループでも起きかねないんだよ。だから真ん中がこっそりこっそり抜けるっていうと、 どこ他のグループでもだからあのベテランと新人ばっかりが残ると同じことが起きますよということです。はい今日は福村瑞稀さんが9年もリーダーだった理由について解説してみましたがですねまあ、こういうことだったということです皆さんもぜひ踏まえた上えで11月29日を迎えたいなと思います。えー また、あとだ、まだ,だ、あと動画出しますけど福村さんに関してはね、もう、ちょっと功労者なのでね、えー、大変お,お世話になりましたからね、私もね。はい。以上でございます。はい。